センチちょうだいよっていう。俺だって今72だから3センチあったらちょっとやっぱ違う、75ぐらいになるわけじゃん。梅梨君はそのまだモテようとしてるのかっていう。いやいやいや、これ以上日本杰尼斯事务所因为已故创办人强尼喜多川的性侵丑闻已经在10月17号解散，改名为 Smile Up， 旗下艺人的动向引起关注。其中卡顿成员龟梨和也日前突然在 Instagram 开直播，让不少人误以为他要退社，过程中还一度口误说出杰尼斯。今日とかもね、たくさんの方がこう見てくださったりとか、コメントをくださったりとか、インスタとかもジャニーズじゃない Smile Up。大変失礼しました。いろんな人に何話すのとか、各方面それこそ会社からも何話すんですかって問い合わせが、いやいやそんな、なんかこういうインスタライブでね、あのみんなが傷つくようなことは基本的にはお話しませんので、楽しい時間を過ごせたらなと思いますけれど、今日このインスタライブをやる最大の目的といいますか、 YouTube を開設させていただきます。で、来週ぐらいからはもう早速ちょっとゲストの後輩くんが来てくれたりとか、この辺もちょっと喋ってるんで、皆さん楽しんでほしいなと思います。而这位神秘来宾正是后辈 Snowman 成员妹妹木黑莲啦。何二人でこの映ってるっていうのが初めてじゃないですか。そうだよね、はい、売れたな。いや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 、びっくり売れてるよ。いやいやいや、もうなんかよかったよ、それに感動です。でもまだデビューして4年か。そうですね、4年目ですね今。あれ、もうカトゥーンさんはもう17、8年目とかだよ。すげえ、あと14、15年やんなきゃいけないんで俺のとこまで来るの。すごいですよね。めめどうよ、想像できなくない。在车上畅聊的两人聊到身高话题时，木黑莲忍不住吐槽了前辈。身長いくつ？身長185とか。いいな。この間も言ったけど3センチでいいんだよ。3センチくんねえかな。この間ずっと言ってましたもんね。5センチって言わないよ。3センチちょうだいよっていう。俺だって今72だから3センチあったらちょっとやっぱ違う、75ぐらいになるわけじゃん。でブーツとか履けば78ぐらいでしょ。それ言われた時に純粋に思ったのが、亀梨君はそのまだモテようとしてるのかって。いやいやいや、これ以上いいじゃん。服とかもさ、かっこよくなってもう どうするんですか。よく言うよ。いいよね、80なんか世界基準なのよ。だから目黒蓮って俺の中で、ちょっと買い出し、昨日何食った、まず決めよう。何食べた？昨日はもうゴリゴリに焼肉食いました。オッケーオッケー。安倍ちゃんと焼肉食いました。あ、そうなの？はい。何が好きなの？イタリアンとか？あ、もう好きです。海鮮。海鮮大好きです。あ、って。お前の好きな食材とか見ながら。え、いいっすか？何も決めてないのよ。それがいいっすよね。でもなんかプライベートっぽい。はい。ってことなんで行きますか？お願いします。Let's go。ごめんな、お前カメラ担当でいいの？全然いいっす。もちろんです。怒られない？目黒ファンに。いや、怒られないです。誰も怒らないです。